アリカンテ大学、バレンシア語、ウニベルシテーツディエラカント、IPA、ウニベルシ、タットダラカントスペイン語、ウニベルシダでアリカンテ、IPA、ウニベータアーシー、サスザアリカンテは、スペインバレンシア州アリカンテ県産、ビセンテデルラスペイングに本部を置く大学。略称は UA。1968年に、大学教育センターとして設立され、1979年に、 アリカンテ大学が設立された。メインキャンパスは、アリカンテ県の県とアリカンテの北にあるサンビセンテデル、ラスペーグにある。2011から12年度の学生数は約27,500人だった。教皇直書によって1545年に設立された中世大学のオリウエラ大学の遺産を継承している。50以上の専攻を有し、 ほぼすべての講義がスペイン語で行われるが、コンピュータ科学や経営学など一部の講義は英語で行われ、またバレンシア語で行われるものもある。約1平方キロメートルの現代的なキャンパスを有する。1967年にアリカンテールチェ空港が開港するまでこの地にあったらラバスサ飛行場の跡地がキャンパスとなっている。ヨーロッパ大学協会。 コンポステーラ大学グループ、ビベス大学ネットワークに加盟している。アメリカ合衆国の経済学者であり、ノーベル経済学賞受賞者のウィリアム・フォーサイス・シャープ、ウルグアイの小説家であるマリオ・ベネデッティ、スペインのバレンシア古学者であるエンリーク・バロール・イ、ビーベスなどは、アリカンテ大学の名誉博士号を授与されている。ありがとうございます。